皆さんこんばんは、ササピー先生日本語1日1分トレーニングです。本日の言葉はこちら、発音はこうです。半端じゃない、半端じゃない。半端というのは主に不完全、不十分の意味。じゃないはではありませんという否定語なので、半端じゃないはすごいという意味になります。この言葉はじゃを抜いて半端ない、半端ないと言われることも多いですね。ちなみにこれらは友達言葉です。グエンさんって半端ないよね。この料理美味しい、半端ない。では最後に復唱。半端じゃない、半端ない、半端じゃない、半端ない。はい、本日はおしまいです。ではまた明日。バイバイね。